いらっしゃいませ。照り焼きツイスターはどう？トルティーヤ。布団にしたらきっと気持ちよく寝られる。うん、多分。シキコ、注文ならラフィーおすすめの照り焼きツイスターを頼んで、トルティーヤにゴロゴロされてふわふわ。シキコ、ラフィーは食べないで。注文する。うん、ラフィー、注文はちゃんと覚えられるから平気。綾波、ちゃんと覚えて。いい匂い。ラフィーは店員さんだから、お客さんの注文したもの食べたいとは思っていない。ね、もう。あ、ミーミーが説教してくるから起きてないと。ラフィーは指揮官に構ってほしいって思ってない。うん、思ってない。ラフィーは指揮官に一緒に遊んでほしいと誘ってない。うん、多分。指揮官、指揮官、ラフィー、こ、わ、い？うさ耳帽子、かわいい。うん、ラフィーもお気に入り。お店で変なことする指揮官、変態さん。もう、シキコ、揺らさないで。指揮官も任務？ラフィーの任務は、ツイスターをいっぱい売ること。指揮官、任務が終わったら、ラフィーと一緒に休んで。出前の注文が来た。ラフィーも母校に戻ったら出前頼みたい。もうすぐでラフィーのシフトも終わる。一緒に休む。ふぅ。一緒にねんねする？最初、指揮官はちょっと退屈だと思った。でもよくよく考えると、ラフィーは戦闘以外あまりやる気ないし、もしかしたら指揮官と気が合うかもよ。一人は慣れたけど、指揮官となら、なんかもっといいかな。今考えると、あの時指揮官がいたらピエを沈められたかもしれない。でもあの子が指揮官に手を出したらラフィーが許さないもん。指揮官のためならもう一度鬼になってもいいと思ったのに、こんなに指揮官に大切にされたら、ラフィーにそういう機会はもうないかも。指揮官、がっかりした？食材の箱、いっぱい来た。二度
と寝しよう。自己リミッター解除。うん。そこそこ。はぁ、負けちゃった。初心者じゃないよね。状態良好。行こ。この程度、あの時と比べて、全然。